あれってのは。ガスよ。動画見た？見ましたよ。あ、ほんと？うん。はい。おい、はいじゃねえよ。え？は？はい。その、はいっていうのやめてくんね？はいって。普通にはいって言ってくんない？はい。はい、そうですね。それでは皆さん、今日のね、きっかけとしてはですね、私たちはね、今、現状クラインが3名しかいません。あ、違う。現状私合わせてね、3名しかいないので、クラン3人しかいないんで、これからですね、探しに行きます。はい、旅に行く、ね、旅に行きます。クラインを探す。個性的な方が入るね。個性的な人探したいね。そうだね。君みたいな。君みたいな個性的なクソガキ。クソガキを。僕普通ですやん。普通じゃねえよって腹立つ。いや、若い人ですよ。これからね、これからの。あー、こんにちはー、来ました、こんにちはー。元気だ、お前らも。こんにちはー。素晴らしいね。隣の人に部屋叩かれそうだ、これ。ということで、皆さん、挨拶をですね、しっかりしたところで、ね、はい、ゲームチャットの皆さんに、はい、ゲームロビーの皆さんにね、ちょっと。はい、私がね、説明させていただきます。どうぞ。現状、私たち、タバサスリ隊は、まだ、クランが2人しかいないんで。なぜですか？クランって、もっと、やっぱ10人とか20人とかいるもんじゃないんですか？っていうことでですね、私たち、クライン募集しています！この中で、私たちのクランに入りたい人はいますか？はい、よかった。はい、入りたい。お前じゃねえ。ああ、僕も入りたいな。ダメだ、こりゃ。こりゃ、これ、体に不満だわ。これは、体調の力不足です。いやー、やばいよ、この状況は。お米炊けた。お米、後でいいわ。お腹減ったのに。これ、後でいいだろ。はい。静かだな、この部屋は。レンレン君、どう思う？こういう静かな人たち。まあ、静かな人は僕はあんま好きじゃないです。なんか、騒げる部屋がいい。ほんまか、お前。この前の動画でお前、散々俺にうるさいって言っときながら、その何ですか。あ、そっか。いや、でも、食べるの楽しいじゃないですか。いや、違う。騒ぐと、叫ぶと騒ぐって違うじゃないですか。まあまあ、そうだけど。まあまあ、ね。叫ぶのがダメだったの僕は。そう、だからキャーとかなんかうわーとかなんかそういうのいいじゃん、いいじゃん、盛り上がって、うわっこの人すげー楽しんでんなって。いや、開発者もこれだけ楽しんでくれたらやっぱ嬉しいだろうなって思わなきゃ。そうですね、開発者も嬉しいよ、多分俺の動画見て、うわっ、こんなに楽しんでんだ。うるせえって思ってるよ。うるせえ。やかましいよ。誰がうるせえ。クラインを探すやつだからさ、今回クライン食べてるって始まんないよ。立候補してこんや。全然みんな立候補。クイシーンさ、みんなつけようよ。チャンスチャンス、もうチャンス。この出会い、お出会い、この出会いは大きいよ。この出会い大きいよ。すごい大きいよ、みんなもったいないよ、これチャンスチャンス。いや、もったいないよってわけじゃないよ。小さいクランは嫌だとかあるじゃん。あるか。あ、その個人の意見を尊重していきたいから僕は。本当かよ。本当だよ。個人の意見尊重したらリセットされるだろ。もう一度ご覧いただく。言われてますやん。やかましいよ、クソガキが。お前がマジでうぜえな、お前。言われてますやん、言われとるよ。本当うぜえな、お前って。ガチでうぜえやつじゃん、お前。それがレンレン。あ、僕ですか。はい、僕ですか。はい。それがレンレンだけどさ。はい。結局中学生なのかな、レンレンは。はい。はい。はいじゃねえよ、お前。だからそのはいやめろっつってんだもん。いいじゃん、かわいいじゃん。やかましい、そうやって甘えさせるから。甘えじゃん。いい、中学生かわいいからいいじゃん。やかましいわ。かわいいね。ねえ、ほんと、ケチ。それが教育なんだよ。私たち、クラン。ほんとだよ。俺のそのクランの作り方だよね。ケチ、教育のやかましいケチってお前。ガキか、お前までよ、お前。レンレン君に影響されとるよ、お前。お前までよ。いや、俺は嬉しいんだよ、今。なんでだよ。
え、だってせっかくやっと一人もう一人増えてさ、一緒にできて嬉しいんだよ、俺は。まあ、やっと一人増えたけどさ。あー、どうですか、ゲームチャットの皆さんね、こんな感じで来るんですか。どうですか、ね、今のアピールになったかな、今の感じ。これだいぶアピールやってますね、完璧完璧。いや、めちゃくちゃいいっすよね、これ。楽しそうな感じですね、このクラン。クラン、楽しそうな感じ。お前なんか急にいいこと言うじゃん。逆に気持ち悪い。俺はもう逆に気持ち悪い。決めますよ、もう言うときはもうちゃんとやります。はい、あ、はい、はい、ほら、キルできない。うるさいから、レンレンが。ちょっとタマちゃんうるさい、静かにして。あ、ちょっとタマちゃんうるさい、静かにして。なんでや、おい。隊長の指示は絶対でしょ。いや、ちょっとうるさい、絶対君主だって言ってる。いや、うるさい、集中してるから。集中してる、やかましいよ、お前ら。じゃあ、金丸とレンレン君はどういう人がクランに入ってほしい。タマオちゃんみたいじゃない人がいい。じゃあ僕はもうちょっとね、それ悪口だぞ、ただの。真面目な子がいいですね。真面目な子がいい。女の子がいい。あ、それはね、ちょっと同感。あ、それは。あ、それはじゃねえ。ねえ、これなんだ。ロリコンってバレるよね、みんな。ロリコン。僕みんな変態なんだ。お前何言ってんの。お前自分からロリコン露呈してんじゃん。お前ロリコンだったの。お前中学生だろ。中学生でロリコンってことは、お前何歳が好きなんだよ、お前の許容範囲やばいじゃねえ。ほらもうそういうこと言っちゃうからさ、負けちゃったじゃん。ほら体調お料理さ、低いで。嘘、負けてんじゃん、お前。はえ、マジで負けてんじゃん、お前。何してん。いや、え、いや、うるさい。え、たまる、マジでうんこや。いや、たまおちゃんよりスコア高いから、ほら、お前1秒しかさ、ロボットにいねえじゃねえか、一緒に。お前0秒じゃねえか、見てるのよ。ざけんなよ。1と0も変わんねえよ。何してんの、何してんの、ほんと。うわ、ゲロゴとか話した。ほんと、ゲームチャットの皆さん何も話さないよ。静かだな。宣伝隊長でしょ。誰が。え、金玉。俺宣伝隊長なの。そうだよ、あの、なんでサマサスリ隊総本部。素晴らしい、素晴らしい。広報部としてね、あの、確認してるから。なんで俺あんたのメディカルドクターみたいな、そういう感じだ。あ、じゃあ、おい、ロボット、ここ。あ、やばい、ロボット。ロボット、めちゃくちゃ寝る。これ、マジでやばい、ちょっと。いいね、でも。俺らのクランは実力関係ないから。楽しんだもん勝ちですよ、ゲームの。楽しんだもん勝ち。楽しんだもん勝ち、本当にそれ。あの、ゲームの勝敗は関係なくて、自分が楽しんだらもう勝ちだから。あー、楽しい。あー、楽しいなー、勝ったなー、これは。お前の、なんだっけ。皆さん、ダメですね。回り変えて、もう組織状態、もう静かなんです。そうです、静かなんです。まあ、違うんだよ、多分まだ勝ってないからだ。みんな集中してるの。一回負けちゃったのがね。まだ勝利をね、真面目だね。真面目なんだよね、やっぱ。俺みたい。みんな真面目やな。やっぱ、どっかの悪かったら違いますね。どこかの悪かったら違いますね。レンレン君、ほんといい子じゃん、ほら。タモちゃんが変なだけだよ。タモちゃん変なだけじゃねえ、やかましい。何一番自分、なんか真面目みたいに言ってんの。いや、俺真面目じゃん。すげえ真面目だよ、俺。何言ってんの。え、俺真面目以外の何者でもないけど。ちゃんとクランまとめてるし、何にもまとまってない。まとまってない全然。バラバラですやん。まず集まったら、今初で、今いきなりこんなんやってる。そうです。クラインが少なすぎてさ、やっぱ盛り上がりが欠けるかなと思って。あ、でもクライン少なくていいんじゃない。逆に多すぎたら多すぎたら面倒です。いや、クラン出ねえだろ、それは。バカかよ、考えろよ。冷静じゃねえかよ、やっぱり。隊長、隊長負けます。じゃあ早く、すいません。お前は隊長パー、隊長パー、早くパー。隊長パーじゃねえ、お前そんな嫌って。あのね、パーはね、パーをそんな安売りしたくない、俺は。はぁ、負けてるじゃん。負けとるやん。パーを消せるから、パーを消せるから。やかましいわ、お前は。お前は生意気だな、お前。隊長に対して、それは。隊長がそんなんですよ。舐められますわ。さすが隊長、でも1位ですね。うん、
素晴らしいでしょ。あれ1位だよ。上手いですね、やっぱ皆さん。皆さん上手いですね。僕下手ですね、僕。あ、でもキル数俺の方が多いよ。あ関係ねえ、お前。スコアが高いもん勝ちだから、このゲーム。